はい、皆様こんばんは。シマークインスタライブパッションライブの時間です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も自由が丘から、自由が丘から、自由じゃねえわ、不自由が丘だわ。不自由が丘、本当に自由が丘からなんか身を粉にして、ああ違うな、ちょっと褒めちゃったら、身を粉にして、身を 粉でも粉でもいいんだけど、いい表現したくないんだよ、こんな自分。まあボロボロですみたいな。そんなボロボロ疲労感満載ですが、ライブの時だけは生き返りますよ。エネルギー充填してきましたからね、さっき。結構打たれ弱いですね。弱いよ。こういう時こそ。何がよ。何に打たれるんだよ。打たれてねえわ。雨に。ああそう。はい。はい、ちょっと見てくださいよ。何をよ。これこれ。どうしたんそれ。これこれ。何か。これこれ。何、どうしたん。これ。何それ。ダウンパンツ。あれ。ダウンパンツを、あ、そうか、物持ってくればちょっと待って。あれ。ななな、んと。なんとプードルパンツにしちゃいました。このダウンパンツをちょっとパーフパンツにして、さらにレッグウォーマーにしてみました。うん、おそらく誰もしたいと思わないと思いますけどこれ、あの自由が丘の石川店長のね、あのデザイン発想アイデアで、ちょっと短くしたいって話してた、ね、うん、したいって言ってて迷ってたから、その前にだったらちょん切ってお前が見本見せてみたらって、石川さんのイメージを形にして見せてって言ったら、うん、今日何とも言ってなかったやっぱりしない、ね、うん、やっぱりやめたかもしれない、言ったもののしないっていう、うんうん、でもファッションってね、あのおさび遊びの要素がいっぱいあっていいと思うんですけど、見てください、ここんところプードルちゃんみたいでしょ、うん、でさっきね、あの女王と言ってたんですよ、うん、ここに黒のタイツ持ってきたんだったら、このプードルちゃんの意味がないね、うん、生足で行ったらと赤いタイツで行ったらとあとなんだ、青いタイツもありますよ、うん、あ、でもパンソーだけでもいいのかなって言って、どうやって箱って決めたんだっけか。結局ボルドー色の、あ、ボルドーにした、ワインレッド系色にしようかな、見たいですね。真っ赤を履いたらちょっと赤すぎたんですね、うんうん、カメラにはどんな感じで映ってんだろう、ちょっと見てみます。見えるんですかね。あんまり見えないですね。もうちょっと小時ズームアップしてみて、ズームアップ、ズームアップできますか。こっちじゃないし、こっちだし。あのダウンパンツ何本もお持ちの方、1本ぐらいこういう風にやってみても楽しいかもしれません。で、結構あったかいです、ね、普通に。ちなみにお直し代は3500円ほどかかったそうです。でもレッグウォーマーにゴム入れてもらいましたし、ね、ここにゴムを入れましたね、切った後。あとダウンが出てこないようにここは二重に叩いてもらってます。そうなんです。あと、うん、ここがプードル、ちょっといいですか、ほら下げるともっとプードルになります。あとここのステッチを、はい、ここにも入れたんです。あら全く無意味ですね。細かいですね。ここまで下げるとまた雰囲気変わりますね、うん、はい、あ、女子高生のあれみたい。あ、本当だ。なんだっけ、ルーズソックス、ルーズソックスみたい。あら、ちょっと頑張ってる感って、この感じぐらいの方がいいんじゃね。あ、本当ですか。うんうん、どうですか。あ、そっか、いいかもしれないですね、うん、画面越しどうですかみたいな全然コメントがなさそう。固まらないで、絶対私はやりませんみたいな感じになって固まらないでちょうだいこんな感じになって結構面白いですね、うん、まあね、うん、とても面白いかなと思います。こういうアイデアを満載で今日も進行していきたいと思います。でもちょっと悲しいのが、先週うちでは最高の視聴をいただいたんですけど、普通に最近インスタライブとかをやってるいろんなところを見るとしょうもないと思うんです。10分ぐらいで2万とかね、3万とか入ってて、もうやる気なくしちゃうぐらいイライラしたんですけどね、なんでうちの100万も入らないのみたいな。まだまだですね、そうライブで見ていただく方は
ね、そこそこいるんだけれど、その後の視聴がね、100いかないぐらい、あ、いくかそんなもんなもんだから皆さん、ぜひぜひお友達、知り合いの方、親戚のおじいちゃん、おばあちゃん、犬でも猫でも構いません、きっとそう見てほしいんです。シマークのファッションをみんなに見てほしいので、ぜひぜひ紹介して視聴をもっともっと増やしていただければと。他力本願のパッションです。お願いします。お願いします。さあ、はい、じゃあ行きますね。あれって思ってる、思ってる方多いと思います。なんで T シャツなの、うん、本当にもう寒くなりましたよ、うん、寒くなったのに逆行してひねくれもんのパッション、うん、あえてむしろ T シャツをちょっと使っていこうよって、これから、うん、どうしちゃったんでしょう、また壊れちゃったんでしょうか、どんな感じで使いましょう。結構寒いですよ、もう。はい、寒いんです。しかもいろいろ持ってきましたよ、 T シャツ。そう、楽しい T シャツがあるんですよ ね。こんな T シャツあります、うん、そう、これ可愛いですよ ね。見てくださいね、この T シャツもあります。ちょっとね、こうお洋服のところがキラキラしてるんですよね、はい、見えますか。背中は不白の生地を貼っておりますね。長袖の T シャツです、はい、フライガールイタリー製で13,000円です、はい、ネットショッピングの状態に近いですけど、そうじゃないんですよ。これからの時期にこういう T シャツをちょっと着てみませんかという提案ですね。とってもいいと思います。はい、ちょっと色違い、柄違いを見てください。この感じで見てくださいね。あ、ちょっとこうですね。そうそう、はい、すごいですね。こういう T シャツもあります。すごいですよね、怖いですよね、はい、はい、なんかこうなったね、中中トレインか。いや、ショップチャンネル回しません。あ、そう、体が回す、どうですか。はい、目が素材は何ですか。こちらはね、レーヨン素材、ビスコースですね。はい、レーヨンです。はい、それにポリウレタンが 5%。 ポリウレタン 5%、はい、あ、その T シャツ、自由が丘のコーディネートに載っていて、すごい気になってました。そうです、はい、今日は自由が丘店から持ってきました、このライブのために。ちょっと評判はいいですけど、2,3枚しかまだ売れてませんね、この辺ね。ちょっと柄によるんですかね。はい、はい、うん、この感じです、うんうん、そしておすすめ、ワンちゃん。そう、ワンちゃんがまた可愛い。可愛いでしょ。タグをちょっとペロッと、はい、ワンワン、ヨークシャーテリアみたいなね。はい、はい、この T シャツをですね、こちらのオリジナルのピンタックの、なんて言うんだ君がネーミング、美脚パンツ。あ、美脚パンツ、女性の方は美脚とかそういう言葉に弱いですね。つければいいってもんじゃないんですけど、でもなんかつけたい。でも本当に綺麗に見えますこのパンツね。、はい、でこちらの T シャツをどうやって着てってほしいかっていう感じで、ちょっと1枚ずつ重ねていきたいと思います。あ、女の子の方のプリント T は目白店でも見れますか。あと、これあ、もう最初のじゃないですかね、白の。あ、そう、もうこっちはないの。こっちはないんです。あ、そうなんだ。なんでしたら置いときます。はい、はい、置いときますよね。置いとけって言われる。ちょっとバストが、多分これのことだと思うんですけど、うん、バストに自信がある人の方がこれはいいかもしれない。すごい綺麗ですよ ね。うん、そんなにバストライン拾わないで、綺麗に楽しく使っていただけると思います。スカートの方、うん、はい、これですね、はい、了解です。でまずね、ちょっとパンツの説明からもう一回入っていいでしょうか。はい、パンツの丈が少し短めって言われる方がいらっしゃるんですよ、はい、こちらのオリジナル、はい、短めに作ったんです、少し、うん、サイドスリットを入れてるのと、こちらね、短めって言っても少しこう身長のある方にはくるぶし上ぐらいになっちゃうんですけど、うん、その狙いっていうのは見てください、ショートブーツ、ここにパンツとしてのラインが綺麗に乗っかるような感じで、ここのところ短めに切ってます。ここのバランス、トータルのこのパンツのシルエットも見てほしいんです、うんうん、ロングブーツとかもうちょっと、長めのショートブーツだと完全にインしていただいていいんだけど、こうやってアウトっていうか外へ出して、ここのラインをあえて、レギンススパッツじゃないのよと、うん、かっこいいでしょっていうのを自分から言わなくても、この状態で履いてほしいなっていうのを
今日の強い願いですね、はい、こちらを作ってた、あ、作らせてもらった立場としてインして完璧なんだけれどアウトで普通にこの感じ、うんうん、ちょっと短めの感じで足元のショートブーツとかをスッと見せていただきたい、うんうん、これは非常にポイントなので、うん、こちらもそうですね。でそのパンツあんまり長すぎない方が綺麗に履けますね。はい、はい、でここにスリット入れてるのもそういうことですね、はい、ふくらはぎで持っていかれませんのでね、ここのところスッと流れます。うんうんうん、ここがポイントですよあえて見てくださいね、今日ちょっと細かいですようんうん、うん、そのあえては分かりますって、はい、好きです。はい、あえて、さあ、あえての中でこれに何を着せるのよ。これしかないですね。自由が丘で今年のディスプレイがハマりましたね、小関君のね、非常に良かったのでそれをちょっと再現しますね。フォッシーのヤギ革、うんうん、ヤギ革かな、これ、あ、そうでした。ヤギ側の見てください、見えますか。ヤギ側のレザーのジャケットです、はい、ライダース風なんですけど、この繊細しなやかさ、カッティングの綺麗さはもうライダースとかそういう感じじゃないですね、うんうん、ブラウスみたい、美しい、そう、ブラウスジャケット、うん、綺麗ですよ、どこにもこうごつさが出ません、うんうん、この出ない感じのジャケットを T シャツに重ねてみましょうと。重ねます。はい、柔らかそうで大人だわ、これめちゃくちゃ綺麗ですよね。え、うん、あ、ライダース持ってるからっていう人、チッチッチですよ、全然違いますよ。そうですか、柔らかそう。はい、おいくらですか。これは7万9000円ですね、うん、いい値段ですけど、そもそもライダースに全く見えません、うんうん、うわーって、もう単純にちょっと着せますね。7万8000円と消費税です。失礼しました、はい、サイズが38と40、2サイズあります。38と40あります、はい、ちなみにこちらが38、はい、38でもそんなに小さくない感じ、普通の細さ、うん、普通の細さって言い方変だけど、目白でも見られますか。これはね、持ってき忘れた。あ、じゃあ1点置いといていただければ、あの、うんうん、あの持ってきます。あ、こちらでいいです。うん、あ、これ置いとけばいいか、はい、ね、2点ありますもんね、うん、40あったよね、これ。私裏で見ましたよ、裏で見ましたよ。あ、大丈夫です、うん、これも見てる。42かな、いや、40、うん、もしかして今日これが一番のおすすめかもしれない。お、本当に綺麗ですよ。この丈だとスカートでもパンツでも合わせやすいですね、はい、はい、ごめんなさいね、ちょっとこう気を使いながら中の T シャツの袖引っ張っております。あれ、ファッションさんの背中、あ、またファッションさんの背中、背中になっちゃった。先週は正面から勝負したんですけどね、しかもなんかいろいろついてた正面から勝負してますけど、どうぞ見てください。こちらです。やっぱヤギ革は柔らかくていいですよね。生地がね、すごい薄いんです。うん、薄くて強い、うんうん、ヤギ革の特徴、うんうん、薄くて強い。ただあの、まあ、何でも革関係はカミソリとかそう鋭利なものでやると少し傷になっちゃったり、うん、切れたりしますけど、
普通に使う場合には何の心配もないですね、うんうん、あとこれこの加工だと水染みとかも出ませんので、はい、でこの場合はちょっと仕込んでますけれど、T シャツとレザーのジャケットっていうのは鉄板ですね。そう、あの今の着方でいいんだけれど、このところこの秋冬からファッションベルトをしてインもしていきましょうよと、ここのバックルに表情があればグッチとかエルメス、セルイヌとかシャネルとかそこら辺のまあハイブランドで分かりやすいんだけど、ここにしっかりとこうポイントのある重みのあるバックルのベルト4センチ幅ぐらいのするとかっこいいですよと、もう1年ぐらい言い続けておりますが、いよいよかっこいいです、うん、この感じで着るもよしっていうか、基本的にはこの感じで着てほしいんですけど、さっきのまんまでゆるく着ていただいてもいいので一回戻します、はい、でこの出方のバランスとかあまり個人的に好きではないんですが、この後上着を着せましょう、はい、コートを着せましょう、はい、コートを着せるとこの出方がまた絶妙なバランスになります、はい、これで着る場合はちょっと出過ぎ、うんうんうん、なのでこれで着るときは春とかイメージしたら、うん、まあできればこのぐらいで着てほしい、うんうん、でない場合も少しこう引っ掛けた感じで着てほしいですね、長さをこうたごます感じでね、まあ、もしくはもうちょっとピタッとした T シャツにするかですね、そうですそうです。さて、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 照れませんよ、メンタル強いですからね、チタンハートのパッションと言われてますチタンハートのチタンハート、結構なんか叩かれ強い、叩かれてもへでもないです、打ち砕きたいですね、それを聞いたらそう、そう、世界中の人に非難ゴーゴー浴びてもパッション、パッコもひっくるめてへでもないうん、気になる、なんだろう、はい、これに着せちゃいますよ、はい、え、なになに、黙って見ててくださいよ、こんなの、これ裏地表は、表はなかなか見せない、これ裏地、見たい、裏地可愛いけど、え、脇ポッケっていうかっていうか、これが脇のポッケ、いやポッケはいいからちょっとおしゃれでしょ、いやいやいや、おしゃれだけどポッケは、はい、でこれで着てますね、これが裏じゃ、ね、いやいや裏じゃ分かりましたよ、星だ星ですね、こちらが袖裏ね、いや分かりますよ、迷彩の折り柄に星がプリントされてるんですよね、はい、すごい凝った裏地です、あれあれあれ、ちょっとあれ、なんかなんかちょっと皆様受け付けませんよ、いや皆様総攻撃でしょう、あれ、しかもこれをメインに今日おすすめしてる、ちょっとあれオーダーですか、あれあれれあれれあれれ、ちょっとあれちょっとちょっとって、なんかもっこちゃん変なこと言ってない、めっちゃキルティングのダウンじゃないですか、あ、めっちゃキルティングじゃないですか、違う、何が違う、ダウンが入ったコート、いやダウンそれダウンコートって、いやいや違う、ダウンが入った素敵なコートで、ダウンそれダウンコートって言うんです、ダウンはダサいよ、キルティングが入った感じのダウンはもうやめようよ、いやそれまさにそれじゃないですか、違う違う、え、ダウンを入れたコートです、防水をかけましたそのためにね、え、意味わかんない、はい、あ、ブログの後ろの方に映ってましたね、あ、さすが、すごい、相変わらずもったいぶるって、え、相変わらずって、もったいぶっちゃった、もったいぶっちゃった、ちょっとちょっとかっこよくないこれ、それはちょっとなんか言いたい、何、いや、キルティングのダウンコートはもう俺はやらんって言ってましたよね、やらない、そう、これはキルティングのダウンコートじゃないですよ、ダウンの入った横にステッチをかけたコートです。綺麗でしょ。形がいいの見てください。この見返し。
見返しがなんかレザー調の生地になってるんですよね。いい合皮を使ってますね。ここが、うん、あ、またパッションさんになっちゃった。どうすか、かっこよくない？私もそれ聞いたよって。鋼のメンタル。天に唾できる。あ、違うかな。もっともっと皆さん言った方がいいですよ。いや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 、いいのに出会うとパッション、信念、心情くるって変えられる。ちょっと変えないで。かっこいいのよ、かっこいいの。いや、かっこいいですけど、ちょっとなんかっていう感じです。ほら、見てこのポッケのこの辺とか、ちょっと憎くないですか。いや、めっちゃ可愛いですけど、ちょっとアップで見たいですけど。いや、可愛いっていうより、いつもいいの。なんかポッケ、かっこいいですよね。ポッケが斜めについてて、ね、このストラップがなんかすごい効いてるんですよね、はい、しかもこれがそのまんま使っ、あの、使用する感じ。そうそう、めちゃめちゃかっこいいです。ここにポッケをかぶせてしまい込んであるんですね、うんうん、で、デザインポイントでこれが生きると。そうなんです。見てください、ティーラメントすごいっすね。ね、あとお袖の見返しのところも可愛い、はいはい、ちょっとちょっと、いや、こっちのセリフです。ちょっと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 、どうですか、かっこよくない。いや、かっこいいですけど。どうですか、かっこいいでしょ。かっこよければすべてよし。あんなに言ってたの。あの、ほら、キルティングよと、あ、違う、ダウンよ。わかった。あの、風船、バルーンアートってあるじゃない。風船でよくプードルとかを作るじゃない。あんな感じで風船の中にダウンを入れて繋いだようなコート、これがダメなんだわ。いや、あの時の言い方はそんなんじゃなかった。なんだってステッチが入った。そう。こうダンダンダンってなってるダウンは全部否定してました、うん、ステッチじゃない、これね、デザインデザイン。めっちゃ苦しいですよ、うん、おいくらですか。ちょっと苦しいけど、これあえて自分の今までの原資取られてもへーって言いたいぐらいかっこいい。要するにデザイン提案ってことですね、うん、もう文春法ものですよ、はい。こちらで、98,000円。98,000円と消費税、まあ、かなり凝ってますからね。ただめちゃくちゃかっこいいですよ。めちゃめちゃ凝ってますよ。これ裏地もいい裏地だし、うんうん、はい、ファスナーのあたりの合皮ももうレザーにしか見えないような生地使っていて、はいはい、すごいですね。かっこよければいいんですね。かっこよければいいです。タイトで綺麗、タイトで綺麗ですね、うん、本当に、はい。見て、かっこよければいい、すべて言う。こちらがメタリックのグレーです。Okay. はい、どんなに性格悪くてもセンスがいいから救われる、そんな感じね。いや、自分で言わない。あ、言わない。見てください、メタリックです。こちらもメタリックなんですけど、うん、テカテカ具合が、うんうん、少し弱いマットですね、はい、マットに見えますね。こちらは悪いけど金属繊維を使ったみたいな感じの、うんうん、テッカテカです。テッカテカですね。テッカテカのかっこいい、ここがポイントですね。本当にか、見てこうなってます。おしゃれい、はい、ポッケのポイント、ここがこんな感じ、こうなってますね。ティーラベントって書いてあります。そう、で、ここが、ここの、ここがもう本当にね、レザーにしか見えないです、これ、これ。もう見事。見事。で、中が、迷彩の折り柄に星のプリント。これ折りかな、折りかな、星も。はい。で、星も折りかな。銀紙のステッチを機械してますね。すごいですね。ステッチが銀紙。ここのステッチが銀紙です。はい。はい、すごいでしょ。すごいですね。アートですね。もうこのまんまアートですね。うん、額縁入れたいぐらいね、こうやって、うん、厚みのあるね。本当ですね。2020年12月のアート。ファッションさん付きですか。そうそうそう。あまりテカテカに見えないですよ。あ、はい、去年のテカテカに比べればあれだけど。去年は半端なかったからね。もうちょっと抑え。眩しかったです。去年のテカテカはね。もうちょっと普通のテカテカ、普通でもない、ね。もうちょっとこう。
なんていうか、高級感があふれる手形かね、これはね。そうですね。去年のはファッション性のめちゃくちゃ強い、うん、ドモードなテカテカ、うん、ですね。これは高級感あふれるテカテカ、うん、確かに普通に着れるテカテカって感じ。またうまいファッション、また褒めてる。自分をまた褒めちゃった、はい、色は2色、はい、はい、2色です。見て、ほん凝ってますよね。本当にすごいですよ、うん、あえて自節を追で結構あの細身っていうかすごいシルエットがシュッとして綺麗なんですよね、はい、細い人が着るっていう感じじゃないです、うん、普通に細く着れる、そうで細く見える、はい、そうです、細く見える。まあ素晴らしいでしょ、うん、うんうん、このダウン、あ、言ってた、ダウンって言った、ダウンが入ったコート、違う、このダウンが入ったコートスーパーおすすめです。だからダウンコートって言うんですよね。違う、それ違う、ダウンが入った素敵なコートファッション、今日の一押しです。サイズは、サイズは38-9号になりますが、11号の方まで平気です、はい。7号から11号の、前半の人、前半っていうか体重でいうとおそらく60キロぐらいまで、60キロの人ごめん、大丈夫65キロ行くと結構きつい気かもしれないですね、うんうん、まあちょっとしつこいぐらい見て見てって感じ、うん、ちょっと着てみてもいいですか。あ、どうぞどうぞ、本当着てほしいぐらい。まあ、あ、見ててください、まあ見てくださいよ、本当に本当に綺麗ですよこれ。モックでこうだから割といけるね。そう、うん、ほら見てください、このデザインポイント、すごいふかふかしてるので、はい、なんていうか着た時に、うん、あ、私もジャストとか思うんですけど、うん、そのふかふか具合をなんていうか、ね、着る方のサイズに合わせてくれます、うん、そうですね。ちょっとかっこよくないですか、こんなモッコちゃんですら。あ、マジですか、うん、コケコッコがね、かわいいかわいいプードルちゃんが、すごい素敵なプードルの、大人のプードルになりました。そんな感じですね、ちょっとガツガツでしょ、高級感、高級感だねこれの場合はね、できた、なんていうんだろう、本当にハイブランドのコートって感じね、うん、いい意味で、いや、かっこいい、着替えのするかっこいい、本当にハイブランドのコートって感じします、ね、うん、悪いけど高いよみたいなね、うん、しつこいのですけど見てください、本当にちょっと気に入るとこんだけしつこくなります、うん、見えますか。見えます、あ、めちゃめちゃ見えます、はい、ね、ここまで木で凝ってる、うん、本当に綺麗、うん、裏地も迷彩の地柄に星がプリントしてある、うん、これは綺麗、綺麗よね、はい、まずはこちらですね、はい、はい、はい、差し替えます、はい、ちょっと差し替えます、差し替えます、シュ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 、うん、なんてさ、なんかいろいろかぶっている、できるだけ、あ、そうか、できるだけ1時間以内に抑えようねって先週反省したんですよ、先週80分やってたから、そうそう、でも今ももうなんか30分過ぎてるらしいんだけど、あ、4時間あるしとか思ってゆっくりいろいろ見ていただこうと、そんなバカなファッションですが急ぎますね、はい、あと30分です、はい、着てみたい、ぜひぜひ、本当にこれはですね、かっこいいです、あのコートは、はい、うん、本当に今かっこいいのないですからね。今日何でもないスーパーコーデなんて、またハードルを上げた、自然体、そうそう、自然体って言ってたもんですから、さっきもここにちょっと今まで見ないようなコーディネートしてくださいとか言われてムカついてたんですけど、そんなのあるかバカとか言ってそう、なんかあんまり最近ちょっとね、こう割とオリジナル多いし、はいはい、割と決まってる感じだったんで、はい、ちょっと違うものを使っていただきました、はい、そうですね、基本的に別に何でもないですね、はい、はい、
まあ、一応これに関しては突っ込んできていただくと綺麗かなと思います。張り抜きのリブ、この上は、はい、シルクカシミヤの、はい、張り抜きリブのタートルです。そうです、これにはちょっとグレーを重ねてみようかなと思います。はい、何か聞くことありませんか。何か聞くこと、いやいや、なんでグレーを合わせるのとか、まあ別にツイードの、ごめんなさい、マレーラのはい、スカート、はい、ツイードにこの銀糸、なんとなくこの時期はツイード系、それとちょっとキラキラ系、うん、ラメシが入ってたりツイードであったりっていうことが見てて、やっぱりこう見てて気持ちをワクワクさせてくれる、うんうん、それをちょっとカジュアルダウンした感じのコーディネートなんですが、その部分部分のところにちょっとキラキラを入ってるスカートがありますので。あ、張り抜きって何ですか。張り抜きっていうのはリブ編みじゃなくて、ここのところ編み地がこうなってるやつ、ワイドリブみたいな感じの、あ、見えますか、ここ、ここがワイドリブになってる、ワイドリブって、ここが抜いてあるのね、ここが溝の部分、凹凸になってるんですよね。そうですそうです、はい、こういうのは張り抜きのリブって言いますね、はい、なので普通のリブよりももっとこう伸縮性に優れてる、うん、アコーディオンみたいな感じですね。そうですそうですそうです、アコーディオンみたいな感じになってるので細く細く編み上がってるんだけれど、バスト自慢のあなたでも全然バストが強調されませんというか締め付けられませんね、うんうん、それでこちらはサイズ選ばずという感じの、まあ、1枚になります。ベーシックですけどね、とても使いやすい、はい、そうなんです、一冬中春まで使える、うん、この幅広のリブ自体がこうデザインポイントになる感じですね、はい、ですね。でそちらに一応グレーを重ねてみます。はい、今黒を見せたから、あ、次は黒が来るんだなっていうのが見えですね。確かに、はい、そこは違う球を投げるパッションさんで、いやいや、その通りだろうこちらは、今日インスタにちょっと上げたんですけど、ジップアップの、ニットのフード付きのカーディガンになります。出来がいいのよね、これもね、すごい素敵ですよね、うん、風合いもいいですし、このマネキン使いたかったんじゃないですか。うん、あ、いいのいいの、うん、今日のパッションさんは丁寧ですね。ええ、なんとなく一つ一つがドラマチックな服ではないので、表現しているところをちょっと説明していきたいなと。普通のものですね、普通のものをより洗練された都会のあなた、洗練された都会の女性をやっぱりこう演出しなきゃいけない、うんうん、色を重ねればいいってものではないんだけれど、見てください、細かいですね、ファッション、ファスナーの色まで合ってますね。あ、ほんと全部合わせてますね、はい、ファスナーの色、ベルトの色、このボタンのドットボタンの色、ネックレスの色、グレーに対してシルバー、メタリックなシルバー、よし、グレーとシルバーを色まで統一しちゃってますよ。さすがです、大人女子のこういうコーデ好きです、はい、ね、何でもないんですけどね。でいつも言うように冬場は天下無敵で行こうよ、はい、ここ足が消えてるけどって、はい、タイツ履けばいいじゃん、はい、いいじゃんって言っちゃいけない、タイツ履けばいいと思いますはい、なるなるしく言っちゃったね、優しい方になったんです、はい、よろしいですか。OK です、はい、でこれでグレーを重ねたいと
まあシルバーにシルバー、うんうん、やるときはとことんやりましょうよ。あ、ちょっといやらしい、いやらしいぐらいね、うん、スカート短いけどおしゃれですね、はい、そう。でもあの実際履くと膝ぐらいまで来るんですよね、はい、思ったほどあのミニミニすぎないです、はい、しかもシマークにはありとあらゆるアイテムが揃っております、うん、ちょっとこれは付属っぽくなりがちですけれど、はい、これにコートを合わせましょう。グレーを合わせますね、うん、これが一番街中の普通になっちゃうのであまりおすすめするわけではないんですが、グレーを全体のこのコートがどうのっていうことではなくて全体のコーディネート色合わせ、そうです、とことんグレーで合わせましたっていう。グレーの合わせって素敵ですよね、なんか透明感があって、はい、なんでもないですけどね、うん、こちらブログ未紹介のコートになります、はいはい、ちなみにこちらのコートはイタリー製の素材を使ってて7なんとフリーサイズですね、見ていただいた通り、はい、7なんとがなんでフリーサイズなんだってなんないのか7なんとなのか、そこが7なんと値段に決まってるでしょう。さあいくらでしょう。だいたい値段聞くときって思ったよりもはるかに安くて皆さんびっくりよという自信があって言います。でもだいたいそれより下に言われることありますよね。 そこまで言うならじゃあ、うん、みたいな1キュッパーとか言わないで悪いけどゴミじゃないですからね、ファッションいうところのいい生地です。はい、27,800円ですね。これ安い。でしかもこちらテーラードでありながらお襟が変形のスタンドになります。そうなんです、はい、でちょっとこうコクーンシルエットのようになっていて、ね、裾がすぼまっててとっても綺麗なんです、はい、綺麗ですね、はい、軽くもう着流しタイプ、そうそう着流しです、うん、カーディガン、ロングカーディガンの代わりに着るコートって感じですね。まあ街中全般にこのシルエット今主流になってますので、うん、あえてあまりこう出してないんだけど、でも便利なのは確かに、うん、かっこいいですよ。着方によってすごくいいと思います。でダボってならないんです、はい、あと肩がドロップショルダーになってますね、はい、できればこれにロングスカートを合わさないでねっていうだけ、はい、そこだけは、はい、でもほとんどそういう着こなしですね街中は ね、 中ね、はい、ロングワンピースとかね、そう、それはやめてほしいです、うんうん、でもう一ついきますね、グレーを、あ、もう一つグレー、はい、はい、この本当このジップアップのカーディガン本当綺麗なんですよね、うん、綺麗綺麗、ちょっとインスタにも載っけたんで見てください。こちら確か 16,500円と消費税ですよね。ちょっとホームページに載ってないんですけどね、まだうっかりしてました。こちらは圧縮ニットの、はい、圧縮ダブルフェイスみたいな感じですね、ダンボールの。こちらが中が千鳥、そうです、はい、圧縮ウールの、ちょっとダッフルに似た感じのコートになります、はい、これも使いやすそう、うん、もうバサッと羽織れる、圧縮ニットなのに、はい、だいたい圧縮ニットってガサツな感じなんですよね、うんうん、ちょっとゴワゴワしたりしますけど、基本的に同系色ってで同系色の中でも色を合わせると非常にコーディネートは綺麗に収まりますね。うん、
どういう素材感の合わせでもいいんですけど、素材感まで合うと透明感が出てきますね。あの全体にはこう生地が重なってあったかそうなんですけど、こういう時ってややもするとすっごい地味になったりすることあるじゃないですか、はいはい、そういう時どうしたらいいですか。地味の意味があんまりわかんない。あのすごい素敵だと思ったんだけど、はい、来たらちょっとなんかペタッと見えちゃったとか。それは服がいまいちなんじゃない。あ、あの立体感出ますからね、普通に。ですよね、はい、これがペタッと見えるっていうことは生地が薄いか生地がニットっぽいものなのかっていう感じでないと体にペタッとは来ないので、うんうん、どうしてもコートっていうのは少しこう空気をはらんだような感じでカシミヤにしろ何にしろピタッとはなんない。生地が厚みがあって柔らかければ、うん、逆に言うとこのダンボールっぽい感じだと少し生地の張りもあるので余計立体感があるから、うん、ダッフルとかがそうだけどピタッとは来ないです。では素材の合わせも大事ですね。と思います。まあ単純にね、単純にこう重ねただけなんだけど、重ねただけでも綺麗でしょ。はい。これが色を重ねることの良さですね。ちなみにこちらのダッフル、お値段が36,000円。はい、36,000円と消費税です。ポリエステルウールなのでいい意味で扱いが楽。うん、ちょっとガシガシ着ても平気ですね。そういう感じです。自転車とか乗る時にもいいかもしれません、はい、ちなみにこちらのお色が これもありますね。ネイビーがあります、はい、あと何色だっけ。ブラウンです。ブラウンか、はい、ね、他にブラウンがあります。見てください、この裏の千鳥が可愛いんですよね、はいはい、でフードは取り外しができます、はい、はい、できます。こうなってます。で裾の湾曲した感じも可愛いんですよね、はいはい、ここがもうちょっと上に、ここがこうなってます。でトリミングがこう入ってますね、はい、バイアスをトリミングしてますね、綺麗にね、バイアステープでね、うんうん、ちょっと一息、息切れ、息切れ、はい。マスクしてますとね、そう、その感じでですね、一応こちらを伸ばせます。今43分です。はい、ます。これをちょっと黒まで変えてみますね。はい。雰囲気がまた全然違うので。なんかすっかり寒くなりましたよね。ね。来週はなんか少し暖かくなって、再来週またすごい寒いみたいです。もう毎日どちらだったらお店としては寒くてあってほしいけどね、極寒ぐらいがいいですね、うんうん、朝起きるのがまた朝寒いのは辛いけどね、そうそうそう、朝ほんと寒いです。プライベートではほどほどあったかい方が過ごしやすいけど、うんうん、ファッションで見るとやっぱり寒くなる方が楽しい、楽しい、着込んでてもらうっていうのは喜びよね、ほんとですよね、うん、見てる方も楽しいですしね。ほんとほんと、なんか冬に冬って感じなのに薄い感じで着てるとちょっと寂しくなりますよね。あるよね、うん、冬はやっぱ着込むほど楽しいなと思うんですけど、やっぱりこのニットを毎年やっているんだけどいいですね。こちらは先ほどの針抜きリブニットの黒になります。よろしいですよ、見るからにね、うん、私これ何枚持ってんだろう、3、4枚持ってますね。ほとんど毎年これは形も素材も変わんないね。そうですね、
もううちも好きな方は本当に長くお求めくださってるニットです。結局究極のベーシック、はい、使用頻度の高い、うん、これ一枚あるとコーディネートに何も迷わない。そうなんですよ。これモックは大好きだよね。大好き、うん、もうそろそろやめようかって言ってもこれはやり続けますって言ってねやってますね、うん、こちら黒になるとまた雰囲気ガラッと変わるでしょう。変わります、はい、かっこよくなります。黒で、まあ、この感じですね。あ、かわいい、いいな、いいな。ちょっとかわいいでしょ。はい、冬のファッション。言っちゃった言っちゃった。冬のファッション楽しすぎて困ります ね。欲しいものが限りないです。黒にすると ね、ちょっと違う意味で少しこうふざけて遊ぶこともできます。まあこれは本意ではないですけどね。さっき言った色をシルバーで合わせてるからここにねゴールドっぽいのは持ってきたくないんだけれど、感覚的にはちょっとこれ消す感じで見てくださいね。まあそこまでこだわらなかったら使いとしては面白いですね。例えばそのラインが入っていてこういうレオパードっていうのはどうなんですか。勢い勢い、あ、はい、勢い勢いです。何らビビる必要ありません、ただしセンスとパワーは必要よ。着るだけの今レオパードはどうなのって言われたからまたちょっと違うけどね合わせが。勢い勢い、例えば着ちゃえば袖が消えるからいいって話ではないけど、普通にこれは青に決まってるんだけど、ブラウンにしても脱いだ時にラインが入ってて、なんかこのラインのカーディガン上着を着てんのにこのその上からレオパードのコートって変よねっていう感じにはきっと全然ならない、うん、全体のバランスなんでね。何かあコートじゃなくて今のカーディガンにバッグ持つ時にこれでしょ、はい、これもこれでしょ、これの話でしょ、はい、だから個人的にちょっと嫌なのはこれがこの色なんだけどね、この色に対してこれがちょっと強いんだけど、これに対してはこの金の方が合うんだけど、まあ雰囲気的にはこういうレオパード風のものを持ってきても全然いいんじゃないでしょうかっていう話ですね、うんうん、勢いです。うん、そこまでほらチラッと見えたっていいじゃない。単純にこれはパッションがよく言うところの勢い、ここにこれがあるからこれがっていうのはもう基本的に絶対タブーなんだけれど、うん、勢いよく着てしまえばそれはいける。あまあだからこういう使い方しましょうってわけじゃない、はい、グローブ使うときはこれがない方が絶対いい、はい、ただありよっていう、はい、勢いです。ただしセンスがない人はやばいじゃああんまりしない方がいい、はい、やんない方がいいです。外したつもりが完全に外れて見えますね。それが怖いですよね、うん、この感じでちょっと面白いのがあー気にしたことないな、勢いが全てです。勢いが全てですよ。それは怖いね、本当わかる。迷ってる時はやるなってことですね。そういうことやるなら迷うなです。そういうことこのちょっと便利なシャツが今入ってきてたのでマレーラから、マレーラの千鳥柄のちょっとこうシャツジャケットみたいな、あのものすごい生地が厚いんですよ、うん、このまんまジャケットが作れる、下手したらコートが作れるタイプのシャツ、うん、面白いですよね、はい、これ非常に面白いのでちょっとこれをファッションさんにいろいろついてる細かい技なんですけどね気楽にこれは着てもらっちゃっていいんじゃないっていうのはさっきのこれとあまりにも柄が全く一緒だったので、うんうん、合わせ技一本でいってもいいかもしれないです、うんうん、ね、はい、小技が効いてます、はい、これは後でもう一回ちょっと使いたいので、はい、
もういろんな使い方ができるシャツジャケットですね、はいはい、少し売り場にあってもわからないので今ちょっとだけ見てください。説明しておきます。こんな感じで生地がこれはね、レーヨンナイロンポリウレタン、なかなか見ない。そう、折り柄になってるんですよね、はい、でちょっとストレッチが結構効いてて、はい、なんか不思議な生地ですよね。すごい生地に厚みがあるの。そう、厚みがあるんですよ、はい、風通さないぞみたいな感じの。なのでこれジャケット代わりに着れる、うん、羽織れるシャツ、うん、きちんと着ても当然いいんですけどね。上からベルトとかもできますし、はいはい、その上にコートも着られます。はい、そうですね。まあいろいろ何でもありで着れちゃうんですけど、また戻ります。今51分です。こんな感じも普通にいいですよね。はい、とってもいいと思います、はい、こちらはブランベールのこう、はい、ジャケットです。これで、はい、急ぎます。差し替えます。はい、さてこの1日2日大人気の便利そうマレーラですよね。この、はい、あのシャツジャケットは結構真夏以外ずっと着られていろんな着方できると思います。あれいくらでしたっけ。なかなか、あ、値段も見てない。いくらでしたっけ。ちょっと待って、ね、いくら、3万3000円と消費税です。これね、探してもないと思う。ないですよね、うん、ないからいいんじゃないの、これ素敵でないよねっていうやつ、うんうん、ないない、これはない。シンプルでシャツなのに、そうそうそう、本当ジャケットコートと合わせてこれを中に羽織って仕込むとすっごい楽しい、うんうんうん、上なんかに渡すとむちゃくちゃ着回し使えそうだよね。そうですね、はい、本当にまたあと柄っていうところもすごいポイント高いです。さてさて皆さん、今回大好評、豚さんです、はい、豚さん今日のモッコのブログにもいっぱい、昨日か昨日ね、むちゃくちゃ評判いいですね、うん、まだ他の色ある。はい、入り口のとこにあります。すごいですよ、出来がいいの、出来がいいの、それコートの自慢です、ね、うん、全部いいでしょ出来が、うん、ダウンパンツね、もう5年やってます。大人気のダウンパンツ、大人気のダウンパンツ、いいでしょ。いいですね。もうこれ見てね、こういう感じをイメージしてもらえない人いると悲しくなるんだけど、なんかもたっとするみたいとか、細いでしょ、ね、どう見てもとかね、なんか着る前だと皆さん心配されますよね、はい、そうね。だからあの自由が丘ですらこれね、あの説明して話して試着してもらうのに一苦労、うん、試着してもらうとあいいって言うんだけど、うんうん、店頭にね出してる分には目白の方はね、ほとんど皆さんもこれを分かってらっしゃるからすんなりだけど、結構これ履いてもらうのに今苦戦してますね、うんうん、でもかっこいいですよね、うん、豚ちゃん、はい、はい、大おすすめの豚ちゃんです。すごいおすすめ、見てください、この編み地も綺麗、綺麗ね、はい、ダブルジャガードという、はい、あのニットになっています。でもサラッサラで本当に着心地がいいです。ですね。でこちらはインター社で柄が入ってて、はい、ここは刺繍です。刺繍なんだよね、この中がね、はい、もうなんか本当サラッとしてるからカットソー着てるみたいなんですよね、うんうん、綿95に、カシミア 5%、はい、春もかなり3月4月頭ぐらいまで着れそうですね、うん、着れます。ダウンパンツ最高ですって、 ありがとうございます。さっきのプードルパンツは、プードルパンツなんかする全然なかった、楽しんでるみたいでいいですねみたいな感じで、ね、コメントいただきましたね、やる人、はい、いいでしょ、はい、こちら赤です、はい、赤の色もとっても綺麗です、はい、赤も綺麗です。それと今回出来がいいです、オリジナルのラップコート、はい、最高っす。オリジナルのラップコート、あ、オリジナルのウールコートいいですよ本当に、はい、軽いしあったかいし着心地がいいし滑らかだし、ね、今回2丈作っても皆さんご存知だと思いますけど、前ごめんなさいラップはこの
長さ、これが90センチ。こちらが70センチ。普通の長めのジャケット丈ですね。あの腰のちょうどお尻の半分ぐらい。そうですね、うん、この短さ感がまたとてもキュート、うん、チャーミング、使いやすい長さで、ね、もっこちゃんこれ着てみて。もう一回ここで散々見ていただいてるけど、散々見ていただくだけの価値のある一枚ですね、一着です。でこれのポイントっていうのは素材がものすごく厚みがあっていいウールなので余計この襟がへたらね。そうなんですよ。この高さが横から見ていただいていいですか。ここが全然ずれない、崩れない。本当に形が綺麗にできますよ ね、はい、もうちょっと自慢ですね、うん、手にもアポッケに入れてもらって、うん、一番もうもっここれ今回もね黒着てるけどこの状態だよね、はい、着方としてはね、うん、あったかいので、はい、もう始末はどうにでも。寒ければ上げる、うん、もっと寒ければここまで入れると、うん、でここで絞る、はい、どういう風にもなります。普通にこうやって歩いてたりもします、うん、ね、一番着てるから分かるよねこれね。本当に生地が滑らかで気持ちがいいんですよ、うん、画面越しにも分かりますでしょ。見てこのぬめり感、ね、光沢、照り感、照り照りテリテリの光沢が、すごいおすすめで、めちゃめちゃおすすめです。しかも白、はい、黒、うん、赤の3色今回作ってますね、うん、まだ枚数若干ありますので、うんうん、おすすめです。おすすめです。特にこの感じ、はい、今見ていらっしゃるあなた、うん、この感じしてほしい。あるいはこちらのパンダウンの代わりに先ほどのオリジナルのこちらのパンツ、綺麗ね。綺麗ですよね。この感じもいいでしょ、うん、綺麗に履きたかったらこちら、うん、綺麗に履きたかったらこちらオリジナルね。ちょっとモードな綺麗めに履くには、はい、モードエレガントですねこちら。しかも時期も4月まで5月まで履ける、履きたいとか言うんだったら綺麗にエレガントにモードな感じで履きたいんだったらこちら、うん、気楽にあったかく、現実的に私はやっぱり冬は寒がりだからっていう方にはこの見事なまでの本当に形のいいダウンパンツおすすめですね。この感じすごく良くないでしょうか。そのダウンパンツにそのニットがまたよく合うんですよね。合うよね。いただきって感じで皆さんなんかこう使ってほしい。本当です。ほらいい感じです。もうさらっと着てほしい。なんか肉ったらしいぐらいかっこよくない。豚ちゃん人気なんですけどメーカーさんに全然ないんですよね、はい、そう、もう全然追加ゼロでしたね。ゼロでしたね。他からあの引き取ってくださいって言っても今回あらわざもダメでしたねどこも手放してくれないって言ってましたね。うんでしょうよね、これはね。ね、この感じです。うん、ここも、あの、綺麗に編み上げてるので、全くここのところの、そう、切りっぱに見えるんですよね。まっすぐ落ちてるんですね、そう、ここが。切りっぱなしに見えるんだけど、そういう編み上げ、ね、はい。切りっぱなし状態のにまっすぐ綺麗です。綺麗ですよね。どこもここに編み地 のぐしゅぐしゅ感がないんです。そう、ちょっとこう絞られた感とかそうなんゆだっとしてる感が全くないので、うんうん、非常におすすめしたいんですね。この感じはちょっと一押し二押しの両方迷うぐらい最初とね、うん、あ、10時です。あ、はい、じゃあ終わります。最後に1個だけですね。ラップコート着てみるとすごい良かったです。どれにするか迷います。はい、本当にまだ迷ってらっしゃる。迷わないで大丈夫。迷わなくていいですよ。本当におすすめ。なんと、はい、すごい生地がいいです。で今回新しいメーカーさんにうちの要望をなんかありがたいことにね、新しい取引だから無理が効いたのかもしれないけど、うん、もうそれ間に合わないね。はじめは100も何回かこれもう口頭ではあの話してるんですが、ものすごい生地厚いんですよ。そう、このカシミヤ100のニットワンピース、すごく厚みがあって。
ていいんです。4万9千と消費税です。お色がこの5色、うん、まあ、オフホワイトとブラックと、はい、ね、ピンクベージュみたいなナチュラル系の色と、はいはい、あとこのベージュと、はい、ブラウンとブラックの5色になります。襟の脇が綺麗です。そうなんです、はい、ちょっと持ってて。そうなんです。生地の厚みとかわかるかな。そう、このね、カシミヤでこの厚み、もうね、パッションがいつも言うところの素材のカシミヤとか、うん、ウールの良さっていうのは使ってる量、重み、うん、要するにどれだけカシミヤの糸をその1枚に編み込んでるか使ってるかっていうのがコスト的な部分での高級品になりますね。すごいです。これだからそういう意味で高くないんですよね。高くない、高くない、全然高くない。これこの厚みで8万9千とか9万8千して普通、うん、ですよね、はい、しかも編み地の方向がこういう風に入ってるのですっきりコン、すっきり見えますよ ね、 ね、見てください。それと憎いことに黒はこれに配合してませんが、ブレンドしてませんけど、こちらのストール全4色入れてます。3色ですね。あ、3色か、ごめんなさい、はい、はい、そう、あったかいですよ。3色入れてます。はい、編み地も変えて3色です。ごめんなさい。白とベージュとブラウンの配色でストールができました。今見ていただいた3色、それ以外のニットの部位もいろいろあるんですけれど、同じ糸でね、はい、V とかタートルとか、はい、こちらが合うようになってます、うん、これね、着ると体のもう 芯から温まる、なんか遠赤外線効果でもあるんじゃないかっていうぐらい、もう体の中からすごい温かくなるんですよ。もう感動です。ですよね。もうニットはすでに人気ですね、はい、このストールも入ったばっかりで、でも 4本しか入ってないのかな。そうですね、うん、これもおそらくすぐなく、まだ1本しか売れてませんけど、すぐこれもなくなりそうです。いい意味でね、うん、この感じ全体を淡い色で白っぽい感じで冬は過ごしたいなっていう方も多いと思うので、このまんまおすすめなんですけど、例えば、うん、あったかいですよ。もう合わせはどうとでも合いますよね、うんうん、どうとでもこの辺の色合いで合うんですけど、まああえて今ちょっとこの辺の足元こういうスニーカーで、スニーカーゴールドと白と黒の感じで、少しこの全体の色合いを強調しないような色の足元にしてるんですけど、やっぱりこれも足元黒がやっぱり私多いし、黒で合わせたいわっていう方は多いと思います。やっぱりせっかくシマークで散々ロングブーツとショートブーツ進めてるんだから、うん、足元黒にしたいわよ、うんうん、タイツも黒で履きたいわよ、うん、っていう場合にやっぱり前回も言いましたけど、色が足元が黒、上が例えば淡い色、ライトな色になると分断されちゃう、うん、分断されちゃうので、ここはつなぎましょうと、この間色を分断しましょうってパッション言いましたけどね、はい、綺麗なまんま、うん、透明感流れるような優しい感じだと、足元も全部やはり薄くしたいかなと思います。でどうしてもやっぱり冬はでも黒いタイツで足もすっきり見せたい、ショートブーツロングブーツは黒買ったし、うん、黒でやっぱり下半身を作りたいから、これを合わせて着たいのよねっていう向きには、やはりここで色を切りましょう。
この間のキャメルのコートの時の話の延長ですね。はい、そうです。ここでもったいないと思わないで白の色を切っちゃいましょう。はあ、切っちゃうと細いですな、招き。色を切っちゃった上で黒のオリジナルのコートどこ行った？これか。色を切った上で黒のコートをかぶせたいですね。テクニックですね。はい、いやらしいですね。またオリジナルを出してますね。そう言いながらなんだかんだ言ってオリジナルに行く、うん、あ、これはまとまりますね。はい、そうすると色を分断して黒を散らしてあげるとこれの綺麗さと全体の色バランス、うん、全然雰囲気が違います、はい、色バランスが作れるということで、ちょっとついでに恐れ通してみます。ベルト活躍してます。 ありがとうございます。ね、絶対しますよね、活躍。いろんなこう風に使えますからね。分断させるっていう部分での使い方も面白いですね。でここで暖かさ保温はしっかり取れてるので、場合によっては若干いやらしいかもしれないけど、着方として若干の肌見せもありかもしれないですね、冬だけど、うん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 、ここ、うんうん、またこういう厚みがあるからいいですね。そう、うん、あのここに寒さは感じないですね。これそのものが見るからにあったかそうです、うん、ちょっとしたあれだけどね、ちょっとだけ楽しんで、むしろここを見せませんかという。なぜならばここで誰が見ても保温はしっかりできてます。やっぱこのニットとストールの厚みとちょっとした肌見せのコントラストが綺麗だと思います。そう思います。ここでね、肌がちらっと見えると、あ、おしゃれ、女らしい。そうなんですね。こんな感じでまとめていただくととてもいいんじゃないかと。ここら辺はちょっとこう黒を一回使ってもう一回肌をここにちらっと見せても素敵かもしれません。ここね、素敵かもしれませんじゃなくて素敵ですね、きっとね。そしてお遊びの仕上げは今度は合いますね。体が入った方が綺麗なんですけどね。ちょっと待ってくださいね。ここをバキッと締めはやりたいですね。ホワイトの柔らかさとブラックの引き締めがいいですね。本当ですよね。かっこいいですよね。かっこいいですよね。ここはそういう意味ではちょっと意識してほしいですね、うんうん、あの足元をどうしてもね、これがかっこいいから。でもやっぱり冬この時期はね、明るい色を着たい。上も全部明るくする場合はコートの上からとか黒で引き締めていただく。こうやって黒を着る場合は引き締める部分は必要、色を着る必要はないので中で切ってもらう、うんうん、コートもこれも白っぽいので着たいって。あ、最後見てください。じゃあ、白っぽいなってね、ありきのりさきの。せっかくブーツで決めていくんだけど会社で脱いじゃうんだよね、ま、そういうシチュエーションありますよね。わかります、はい、でもあの自己満足も大事です。仮に
人目ですよ。これだけでかっこいいです、うん、ね。個人的にはね、足元やっぱりこう 黒いタイツが入った時には、今みたいに黒いコートとかで切ってきてもらう感じ、うんうん、足元黒着た時はやっぱりここにポイントを作ってもらった方が絶対かっこいいです。それとそんなに厚刈りでなければ、さっきのもうストールもやめて超過ぐらいで、これだけあったかいんだけどこのぐらい出しても私は平気っていう方はもうこのぐらいの感じの方がむしろおしゃれ、女っぽいし、そしてそしてはせっかく白っぽいコートを着たいと思って買ったしとか買う予定だから、そんなコートで合わせたいのよねっていう場合、はい、こちらはブランベールのベージュのコートになります。1枚仕立てです。買ったのでこの辺を合わせたいのよねっていう場合は、色がやっぱりばらけちゃうので、別にこれで変ってわけじゃないんだけど、まあ素敵とか言うんじゃなくて、あ、いい服着てるわねぐらいの感じにしかならないので、これを着てる気分としてキュッと引き締めたいときはベルトも外して、この間言うようにも一応中のはあって、ここはこのまま、寒くなければこの感じでいいと思います、うん、やっちゃいましょうよ、やっちゃいましょうよって。これ黒いブーツを履くときはですよね、うん、ブラウン系とかだったらそのまんまでもいい、うん、全然いいと思います。ただタイツとかが困るよね。あ、タイツこの場合なんですかね、ストッキングとかなんかなるのかな、ね、ストッキングの方がいいかもしれない、肌色のね、ブラウンのタイツよりは、うんうん、やっぱりこの間みたいに色を切ってくださいっていうのはこういうことですよね。でなんとなく合わせの中から中のワンピースもちょっとこう見せるとか、こういう場合はここを思いっきりブラウズにしてもかっこいいです、うんうん、ちょっと遊び慣れた女みたいなね、悪いやつですね、うん、悪いやつですね、ですね。今14分で、はい、こういう感じで着ちゃうとちょっと悪い女になりますけど素敵ですよ、はい、かっこいいです、ね、でやっぱりちょっと寒いなっていう時、ここでアクセントをつけてもらうと、ここにこれが入って、うん、いい女じゃないみたいな、かっこよくない、うんうん、こんな感じですかね。かっこいいです。本日も時間また超過してしまいましたけど、はい、そうですね、早くしたつもりでも丁寧に見てもらうとまた時間がかかっちゃう。そうですね、やっぱりちょっと時間できるっていう、うん、そうですね、ちょっと気持ちないですね、うんうん、今日ちょっと言いたかったのは、最初スタートした時の冬だからやっぱり中はあったかい感じがいいわねって、寒がりの方はもうそれで絶対いいんですけど、うん、そうでなくてなんか日中は割と暖かさもあるんだけど、でも冬の格好はしたいんだけどそんなに暑くない格好をしたいっていう人には T シャツ最初は見ていただいて、時間ちょっと使っていろいろコーディネートさせてもらったんですが、ああいうちょっと遊び系のある T シャツにいろいろ着てもらうっていう、コートを着てもらう、ダウン入りのコートを着てもらう、そういう感じのもの、普通のうちのオリジナルであったり、ウル系のコートを着てもらう、そういう着こなしがすごいかっこいいと思いますし、はい、実際今度はやはりあったかい感じをインナーはしっかり作っておきたいのよねっておっしゃった方には2番目3番目の着こなしをして、していただければと思います。おそらくじゃないですよ、間違いなく
素敵って振り返られるあなたがそこにいると確信しております。今日もよく喋りました。はい、はいはい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました、はい、ごめんなさい、今日パッコの登場があんまりなくて真面目にやっちゃいました。長い時間ありがとうございます。はい、This is the ファッション。どうもありがとうございました。熊さんプッシュお願いします。よろしくお願いします。お店もぜひ覗いてください、はい、来週からファッションいよいよ目白にカムバック。おー、4時以降は目白に毎日戻るようにいたします。おー、目白の方もまたぜひぜひ今まで以上に寄ってください。よろしくお願いします。安っぽいファッションの笑顔いくらでも差し上げますそんな感じですね、はい、よろしくお願いします。